はい、どうも、レンです。はい、じゃあ、今回も、コロコロコミック4月号、さあ、発売しました。こちら見ていきましょう。コロコロコミックね、先月の3月号がね、いろいろとテレビでも、ね、不適切な騒動があり、問題になったけど、ちょっと正直、ね、4月号出るかな、ちょっと不安だったんですけど、ちゃんと出てくれましたね。そして今回もね、フロークが豪華、ね、ベイブレード相変わらずデュエマのカード、そしてまたベイブレードのシールとね、はい、スイッチのケースがついております。ね、いかずまデュエマのカードはいかずわかんない、ハザード王兜、またなんか、この不思議なくじもあって、あとポケモンガオーレ、おっと、ポケモンガオーレもありましたね。あとは、はい。そう、やっぱり目玉、ね。もう、正直、明日発売。ね。3月17日、明日発売の Z アキレス、ウィニングバルキリー、ね。ペラ・フォルネウス。さあ、これをやっとで、ちょっと見ていこうかな。はーい。で、裏が、バディファイト。ね、自分としてはもう、ベイブレード。あとはもう、Z アキレスの、アイスソードバージョンの銀拍手。これ後でやろう。まあ、いろいろ銀拍手がついてます。そして、それかな。ね。まあ、カービィ最近よく CM でやってるね。これのケース。そして、爆釣りバーハンターの、まあ、バーコードがなんかついてくみたいです。そして、ね、スプラトゥーン2がまた情報載ってます。ね、さあ、問題こっから。超絶ベイ、堂々超短。ね、さあ、来ましたね、明日発売。やっぱりね、もうメタル、やっぱ行き着く先は、やっぱメタルじゃないかなと、ね。メタベイのもうパワーはもう言わずもがな、ね。強い、でありますよね。さあ、Z アキレス見てこよう。ね。レイヤー Z アキレスに、また、11。ね。そして、エクステンド。攻撃も防御も備えたバランス型。ね、超絶アクション。まあ、新しい大、ね、シリーズでゴッドアビリティがなくなったけど、別で、ね、超絶アクションなんかあるのかな。はい。ほら、次。ウィニングバルキリー。バルキリーも、ついに、4代目。ね。まだアニメの方はもうちょっとで終わるけど、まだね、漫画の方が一足早く、ね、新展開いってます。多分漫画のアニメの方も、またこうなっていくのかな。ね、バルトが優勝して、ね、2年後の世界。さあ、で、これを見ると、もうね、主人公が交代して、バルトがもうライバル枠になってますよね。そしてこの、もう一つ、このエンペラー・フォルネウス。ね。スミエ・フブキ。またこれも、全くまたアニメで想像するんだろうな。さあ、どうなっていくのかなという感じですよね。さあ、このウィング・バルキリー、名前だけやと、ね、やっぱ、ねえ、ゴッドよりウィニングだからなんか弱くなってる気もするけど、うん。でも見た目これ、ちょっとかっこいい。ゴッドよりこの方が、うん、好みだな。かっこいいなーっていう感じ。はい。そして、なんだこれ。ちょっと待ってくれ。超越シリーズの最初の3期が誕生したばかりというのに、もうドラゴンベイが来る。あー、ロンギヌスかー。ね。
ロンギニュースといえばね、年末ぐらいで、ね、発売するけど、今回はもう出る。なんかしかもなんかすごいかっこいい。ね、これも楽しみ。5月にロンギニュース、すごいよね。さあ、まあいろいろあるけどさ、アニメの方を見ていきましょう。アニメじゃないよ、漫画だよ。じゃあ、ね、見ていきましょう。ビーブレードバースト新章突入ということで、ね、まあ、さっきも言ったけど、主人公が赤羽愛が、ね、バルキリーの、ね、青いバルトは主人公から外れました。まあでも、ね、とりあえず、まあライバル枠として、ね、うん、出るから、まだまだ出番はあるって感じだよね。まあ、まあ、この子はどうしてもね、小学校男児向け。なので、前回の、下ネタから、ね、あれも、まあ、あれも、ね、もうだいぶ問題だけど、負けずに、ベイブエでも軽く、ね、こういう下ネタ言ってるけど、まあ、これぐらいはね、許してあげようって感じだよね、ほんと。まあ、でも、まあ、それもそれを許せない人たちもやっぱりいるから、まあそこはまあしょうがないよって感じだよね。さあ、まあやっぱ第1話ね、アキレスを救う物語、赤羽愛我の物語はここから始まるということね。このベイを自作するってこう鉄、まあ今回もほぼほぼメタルのベイなのであれなんだけど、こうアニメとか漫画ってこのレイヤーを自作できるっていうこの凄さ。さあ、あ戻ったこと言っていそうだね、はい。さあ、いきなりね、バルキリー、バルトといきなりの対戦。仮にも世界1位のね、無敗のバルト相手にあと一歩というところまで追い詰めた愛が、さあさあ、これで愛我がベイゴマ学園に来て、さあ来月からどうなるかというところですよね。はい、まあ楽しみな感じね。主人公も変わったし、まだまだ来年ね、来年、うん、今年か、もうね、今年1年じゃまだベイは終わらないよ。うん、そんな感じですよね。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。